現実のヨハネ好景気。ヨハネは今日も占い屋のお仕事に励んでいます。占い屋のお仕事に励んで、おや、ここはどこでしょう。お店の中でもなければ商店街でもなさそうです。ここは沼津の人たちに愛されてきた地元の公園、トーレス湿地園。草木や花々といった自然に恵まれ、山々や海を眺めることができる癒しのスポットです。時刻はお昼過ぎ。ライラプスを連れてこんなところで出張占いというわけでもなさそうで。はあ、落ち着く。聞こえてくるのは風の音と鳥の鳴き声くらいね。書物とハーブの匂いがする店内も落ち着きはするけど、たまにはこういうのも悪くないわよね。ここは安寧の楽園。言うなれば、人間同士の営みに疲れし旅人がようやく探し当てたユートピア。はあ、自然のエネルギーが集まってくるのを感じる。はあ、何よ、ライラプスにはわからないようね。静寂の中でこうして無意に過ごすひとときがどれだけ贅沢なことか。ああ、もう誰よ、せっかくいい気分だったのに。ん？よう？ああ、今店にはいないわよ。届け物だったら明日でも構わな。速達？それじゃあ今はトーレス湿地園にいるんだけど、うん、丸い屋根が目印だから上から見ればすぐ居場所がわかると思う。悪いわね、それじゃあよろしく。速達なんて誰からだろう。心当たりはまるでなし。ということはまさか芸能事務所のスカウトとか。沼津で評判の美少女占い師に注目して。あるある、あり得る。何よライラプス、その目はこのうにゅ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 うに。ん？この大気をつんざく轟音は。こうなったらもう静寂も何もあったもんじゃないわね。ちょっと、もう少し爽やかに降りてこれないわけ？ごめんごめん。あ、ライラプス、久しぶり。よし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 。もう、人の話を聞きなさいよ。あ、はい、これヨハネちゃんにお便りだよ。それにしても今日はここで何してるの？それはもちろん優雅にサボ…じゃなくて、そう、草花の研究よ。一流の占い師というのは本で得た知識だけでなく、自らの目と手を使って研究を重ねることで。ああ、せっかくこの辺まで来たから今日は先に港の方のお届け物を済ませちゃおうかな。沼津のお届け物はメッセンジャー用にお任せあれってね、ライラプス。だから人の話を聞きなさいよ。まあいいわ。手紙の差出人はダイヤ。速達ってことは急ぎの用事でしょうに。今時こんなアナログな手段を使うなんて
ほんと相変わらずね。なになに？長ったらしい挨拶は省略してっと。明日の夕方、キネク山にて待ってます。何これ、招待を受けるのはやぶさかではないけど、なんでわざわざキネク山なわけ？もうだる。でもまあ明日だって言うなら明日考えよっと。あ、よう、ドーナツあるけど食べる？はーい、食べる食べる。あれ、でもここで研究してたんじゃなかった？なんでドーナツ？研究には糖分が必要で。って聞いてないふりしてしっかり人の話聞いてたんじゃない？今日はそこまでお届け物は多くないから、ちょっとくらいならヨハネちゃんの研究に付き合えるよ。いいわよ、もうサボりで。それじゃあヨウニはしばらく私の話し相手になってもらうからね。うん、ドーナツ分は働くよ。ち、調子がいいんだから。ねえねえヨハネちゃん、あとドーナツは何味があるの？多少の不安事があっても友達といれば気にならなくなるもの。お便りをカバンにしまいながら、意外と大した用事ではないのかもしれないとヨハネは思い直します。そしてしばしの間、潮風と草花の香りに身を委ね、やがて一口かじったドーナツの甘い味に顔をほころばせるのでした。